こんばんは。こんばんは。TV のお時間です。なんか大きい気がする。はい。はい、この番組は、イヤホン、ヘッドホン専門店のイヤホンがお届けする情報番組です。はい、イヤホンのこととかヘッドホンのこととか、いろいろお伝えしている番組です。1時間生放送です。はい、今日は秋葉原店から放送いたします。はい、今日もですね。今日も。はい、まあ自己紹介いきましょう。はい、イヤホン秋葉原店イヤホン担当マミタスです。はい、よろしくお願いします。初マミ、初マミスーパー部長たくんです。はぁ、違うか、違うか。部長。買い取り担当ゆうきゃんです。ゆうきゃん。はい。いつもの3人で。はい、yes。ですが、ちょっと拍手のね、数が。数が、いつもより倍以上。数倍、3倍ぐらい。3倍超えるんではないかと。嬉しいことに。思われますね。はい。なんか、ありましたか、先週。びっくりした。何を言うんだろう。そういう番組っぽい。全然あり、全然あり。うん、なんか。先週か。先週ね、あ、特に先々週やったら先々週やったら俺1週間で2回 ZEP 東京でライブ行ったわ。わ、羨ましい。いいっすね。何と何と何と言っていいのかな。 CD ショップ大賞。ああ、はいはいはい。牛田山田さんの、はい、ああ2本立てで CD ショップ大賞マン・ウィズ・ア・ミッションが出るっていう超かっこよかった。わわわ、超かっこよかったです。いいなぁ、いいなぁ、いいなぁ。すごいリピート。我々あれですよ、受賞式には行ったんですけど、そうだね、マシマムザホルモンが、ね、出なかったんですよ。そう、ね、ライブに。ちょっと残念だったんですけど、ね、あれはなんか前の年の人が出るってあれらしいですね。そうそう、あとボーディーズとかかっこよかった。ボーディーズめっちゃいいなと思って、かっこよかった。なぜ受賞式に行ってライブは見れないのか。受賞式からライブまで時間があってそこはお預け。そこはどうぞご自身で。どういうことなのみたいな。はい、友達からもなんでやってすごい言われましたけどもね。はい、まあそんなそんな感じで、はい、じゃあちょっとサクッと、サクッといっちゃいましょう。時間もったいない。はい、せや、せやな、もったいないとか言って普段そんなこと言わへんよ。ずっと言わないで。はい、週刊ランキングいきます。どーん。はい、週刊イヤホンランキング3月10日から3月16日1週間のランキングとなっております。イエイ。はい、じゃあ第5位シュア SE215、 はい、第4位ソニー XBA-C10、 はい、第3位ビーツバイドクタードレイ Your Beats、 はい、第2位シュア SE215 スペシャルエディション、はい、シュア。そして第1位フィリップス SH9710 空気を読めランキング。本当だよ。本当だよ。いつものタイマー絶賛品切れ中ですね。おかげさまで品切れ中ですよ。ランキングに乗ってこなかったで。そうそうそう、そういうことです。まあ、FX3X とかでもいつも入るんですけどね。正直ね、なんでしょうね、リアルにいじらないっていう、あんまり番組的に珍しいですよ。リアルにいじらないでこういうことになっちゃいますよね。なんという、ね、やらせのない感じがちゃんと出てるっていう、ね、もうむしろやらせするのがめんどくさいぐらいの勢い。これがリアル。ほらほら。はい、じゃあ次行きましょう。はい、次行きます。ヘッドホンランキングでーす。はい、はい、第5位オーディオテクニカ ATH-S100、はい、第4位ビーツバードクタードレー B2 ソロ HD、はい、第3位ソニー MDR-CDQ100ST、はい、第2位ビーツバイドクタードレー B2 ワイヤレス、はい、そして第1位がビーツバイドクタードレー B2 オブスタジオ V2 となっております。どんだけビーツやねん。売れすぎ。強いですね。ビーツ最強説。売れすぎですね。もうちょっとね、ビーツ専門店になりつつ。大丈夫ですか、ビーツさんを倒さないといけないですね。苦笑い。勝ちましょう。今日もぶっこんでいくんでよろしくお願いします。はい、次はヤレスいきます。はい、はい、第5位プラントロニクスバックビートゴー2、はい、第4位ジェイバードブルーバツ X、はい、第3位ソニー SBH50、はい、第2位プラントロニクス M70、 そして第1位がプラントロニクスボイジャ、ボヤージャレジェンド、ボイジャー、ボイジャー失礼しました、はい、です。まあこれも安定ですね。まあ久しぶりに入ってきたブルーバッツ X かな。もういいんじゃない。いいじゃないやつって。はい、となっております。次です。ポターランキングです。はい、第5位ソニー PHA2。第4位ソニー、あ、失礼しました。フィオ E11。第3位 CAV ジャパン BRT-PA1。第2位フィオ E07K、そして第1位がベンチャークラフトのサウンドロイド台風となっております。でもすごいな、ほんまにずっと1位やもんな、はい、うん、聞かれましたか今のランキング。うん、ね。
はい、じゃあ次行きましょうか。はい、はい、今日も絶賛勝負をね、挑んで、メーカーさんに勝負を挑んでるような。はい、巻いております。大丈夫か。はい、あ、間違えてる。第5位。キャロットトパーズシグネチャーオーディンスではないですね。間違えてますね。スタイルオーディオですね。はい、そうですね。第4位、フォステックス PC200USB、はい。第3位、フォステックス HPA3。第2位、オーディオクエスト、オーディオクエストドラゴンフライ。第1位、オーディンスト HUDMX1 となっております。はい。PC200USB。うん。なんか、あれですね。ちょっとここは荒れましたね。うん、確かに、やっぱあれやな、手に入れやすいんやろうな。でしょうね。ロットトッパーズまで久しぶりに見ましたけども。いや、僕がイヤホンに入った直後ぐらいに出たこのシグネチャーは、うん、めっちゃ売れました。ほうん、なんて言ったって3万円でめっちゃ音がいいっていう、うん、押しまくりですよ。そうですね、くんはね、よかったんです。いや、でもあれから3年経ってね、うん、じゃあ今どうなのっていう、うん、どうなの、ね、それからね、A4 とか HPA4 とか出てきちゃったから、ちょっと影は、ね、うん、薄い感じになっちゃってますけど、ね、相性によってはすごくいい音になってくれますね、うん、はい、ちょっとこうキラキラ、あ、メリハリサンドみたいな印象ですね、うん、はい、アーカーゲート合わせるとちょっと芯が出ていい感じになりますね、うん、ちょっとこうハイ側もロー側も伸びるような感じで、うん、明るいサウンドになります。なるほど、はい、はい、以上みたいな。以上、はい、週間ランキングでした。カメラ戻します。はい、すごいですね。ここまで10分もかからずに。サポイチの巻き。来ております。はい、はい、テンポがね。いつももっと喋ってますからね。入った切っていく。はい。もう早やろうやっていう。そうですね。話が聞きたくてしょうがないんです。いや、今日はね、盛りだくさんですよ、本当に。はい。さっきね、打ち合わせしてたんですけど。もう出るわ、出るわ。出るわ。てかもう、出るわ、出るわ。打ち合わせの段階を放送した方がいいんじゃないかぐらいの。説も。はい。量でしたが。はい。いやー、実に楽しみですね。はい。はい、じゃあ、なんとね、はい、やっちゃいましょう。初出演の、はい、このメーカー様に来ていただきました。はい、では、今日の特集、こちらです。でー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 。JVC 特集です。さあ、メーカーさんになっておりますので、どうぞどうぞどうぞ。ただいま。席を動かしております。ちょっとあのケーブルが散乱しておりますのでお気をつけください。狭いところで申し訳ないです。申し訳ない。いつもこんな狭いところで放送してます。はい、どちらでも。主役主演こっちの方で、はい、ケーブルがちょっといっぱいあるので気をつけていただければ。はい、はい、してます。さあ、じゃあカメラ戻しますよ。というわけで、ユーキャンとタックは天の声ということで、はい、後ろの方に、はい、久しぶりの天の声やっております。はい、今日のゲストはイケメン揃いですね。素敵。はい、では自己紹介の方をよろしくお願いします。お願いします。はい、JVC ケンウッドの宮沢です。よろしくお願いします。お願いします。JVC ケンウッドの永田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 JVC ケンウッドの三浦です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。多分ね、お客さんというか見ていらっしゃる方、うん、三浦さんはご覧になったことがあるんじゃないかとね、よくファイルウェブに出てる方ね、そうです。はい、さあさあさあ、じゃあもう早速いろいろね、聞きたいことは山ほどありますが、まず JVC の会社というか、これはどういった会社なのかということをお話しいただければと。譲り合いです。華麗なる連携。あれ。じゃあ、ここは三浦さんくらい。困ったぞ。はい、皆さんご存知かと思いますけど、ヌードバークの日本ビクターはご存知かなと思いますけども、はい。はい、その日本ビクターとですね、ケンウッドさんがですね、2009年に、合併しまして、はい、それで JVC ケンウッドという会社ができました。なるほど。
その中で我々の方は今、JVC の中であのヘッドホン、イヤホンを作っている部門であります。なるほど、ね、どちらもオーディオ機器メーカーというイメージが、ね、ありますよね、はい、同業でこうタッグを組んでより良い製品を世に送り出している JVC ケンウッドですが、はい、なんとね、はいはい、なんか間違いしてた、うん、なんかちょっと聞きたいことがねありすぎて、ね、はい、え、 ちなみに本社はどちらですか？横浜市の横浜、はい、神奈川区にあります。シャレオツなところに。素敵、いいな。そう、ケンウッドというとね、僕のおばちゃんがケンウッドに勤めてました。え、そうなんですか？昔勤めてました。何してたんですか？あの、今は主婦をしていらっしゃるんですけど、あの、すごいですよ。ワゴン R ですよ。ワゴン R にこうカーステレオをめっちゃいじってるんですよ。ワゴン R 高いちゃうかっていうぐらいカーステレオをいじってた車に僕がちっちゃい頃乗ってたおかげで今僕はオーディオの仕事をしてる。ほんまに強引やん。すごい、ちょっと強引。そのままいや、必然やろって。そういうね、僕と JVC ケンプさんのつながり、はい、ちょっとご紹介させていただいて。じゃあ次行こうか。はい。というわけで、もうあの早速ソーシャルではね、結構ウッドホン来ましたねとか、いろいろあるんですけれども、ね、番組の最後に、なんかプレゼントみたいな感じで、番組の最後にあのご質問を全部お答えしていただこうと思いますので、どうぞ質問の方は今のうちからどんどん投げていただければと思います。そうですね、気になることは全てソーシャルに投げていただければ、もしかしたら何かが実現するかも、いや、わかんないけど言ってる、言ったもん勝ち。 FX シリーズを全部着脱にしてとか言ったもん勝ちですから ね、 そうですね、はい、あの、何かあればぜひソーシャルの方に流していただければと、はい、思います。では、うん、もう早速じゃあやってね、いきましょうか。そうですね、はい、もうじゃあ早速、じゃあ今回3つ製品、イヤホンが、はい、あるんですけどね、はい、どこからどこからという感じで下の方からと思って、まあ下からいきましょう。下の方から、はい、そうですね、ちょっとじゃあ画像出しますよ。こちらですね、 HFX650、 こちらですね、はい、じゃあ、はい、永田から説明 します。はい。とですね、2008年にあのファーストモデルとして FX500 っていうモデルが発売されたんですが、それの進化版として650っていうラインナップが出ました。はい。で、それの、まあ、特徴を簡単に説明していきます。うん、ですね、一応 FX500 から継承しているものはウッドドームユニットの振動板だったり、ブラスリングだったり、ウッドハウジングっていうところは FX500 の良い部分を継承して、FX650 にもつなげています。画像出しましょうかの方が分かりやすいですか ね、 そうですね、はい、こちらですね、はい、はい、で、その FX500 から進化している部分を簡単に説明していきます。はい、中の構造からなんですが、はい、前からウッドディフューザー、うん、これはあのユニットの前にあの木の部品のウッドディフューザーをつけて、と音の広がりをさらに増すように、部品を追加してます。このリングもウッドっていうことですか？そうですね、ほう、無垢の木を使ってます。ほう、すげえ。で、そのユニットの後ろにウッドダンパーっていうのをつけていまして、これはユニットとブラスリングの間に挟んでいて、ユニットの振動を抑えて高分解能を実現しているものです。これもウッドってことですね。そうですありがとうございます、うん、そういうシリーズやねすごいウッド、ここまでウッドかっていうぐらいウッドです、うん、で、追加している部品はそのくらいなんですが、はい、あとウッドドームユニット、あの前回のものからそのままなのかなと思われると思うんですが、うん、あの外観の、あのデザインですとか部品が加わったことによって、うん、一からあのユニットもチューニングし直して新開発しています。あの、ほとんどの部品が今回新規開発になっております。今回ですよね、650、じゃあお預かりしてもよろしいですか？はい、カメラ戻してますので、はい、ぜひ見せてあげてください。戻ってますあとイヤーピースも新規開発で、中にディンプルというか凸凹をつけて、あのビクタースタジオにあるようなスタジオの中の壁が
まあ、デコボコなってると思うんですけど、それと同じ効果を狙って歪みをなくしてクリアな音質を実現するっていう目的で、そういうディンプルをつけた新規開発のイヤーピースも作ってます。これですか？内側ですね。内側の、あ、これですか？このここのこの内側です。音が出る、本当に出てしまった。あー、本当だ。あ、本当だ。これあれですね、ゴルフの、うん、そうです、そうです。俺の、はい、そんなイメージ知ったか。OK よ。あのこれですね、あの見せてほしいです、この内側。見えるかな。おお、ね、ゴルフボールみたいなデコボコ感があるんですけど、あ、無理かな。中が、ね、ちょっと無理だな。あの、うん、ぜひ視聴器をご覧になってください。iPhone とかで照らせば、うまいか。後で写真載っけておきますね。はい、遮っちゃってすいません、どうぞ。なんかブーブー言ってるんですけど。誰のかな。俺のかい。それじゃない。いや、私じゃないです。あれどこ。まあいいや。はい、あの続けてください。はい、じゃあ次750説明しちゃいましょうか。もうしちゃいますか。どうします。いや、650。じゃあちょっとゆきゃん、はい、650聞いたやろ。650聞きましたね。どうやった？じゃあそうですね、650の印象、僕はこの650と同時にまずその前のまでの500と700も一緒に合わせて聞いたんですけど、そうですね、その中でもちょっと500を聞いた後に、じゃあ違うな、あの60を聞いた後に500を聞くと、ちょっとその500が物足りなく感じるぐらい、結構その低音であったり中音であったりがすごくメリハリを効かせて、すごく圧力じゃない、その圧が、音圧がすごく高いように感じました。で、解像度も合ってます？これ。解像度ももちろん上がってますし、何よりね、このデザイン、僕このデザインのここまずすごくね、あの後ろの、一応天の声だからちょっと声張ったり、後ろのパーツ、これって素材はアルミです、ね、アルミです、ね、アルミなんや。もうあれっすね、素材いろいろ使いすぎでしょ。ねえ、どんだけこだわんねん。この色もすごく気持ちよくて、うん、色が気持ちいいっておかしいんですけど、うん、そうそう、デザインとかもすごくかっこいいし、ちょっと可愛らしい色にもなったかなって思う。なのでまあ女性とかもすごく、女性にも人気が出そうなイメージはありました、うんうん、はい。ね、僕も一緒にこう500、700と650あたりを聞いたんですが、うん、まずこう、ね、世代の違いというか、もう明らかに情報量が違う、うん、その音の滑らかさというか、うん、500、700がなんか音足りないんちゃうかぐらいのその情報量の違いをまず感じますよね。ですね。あとはその、ニューキャンの言ったデザインも、なんかこう、前のモデルを踏襲しながら、ちょっと洗練されたというか、より高級感と質感が高められたデザインっていうところがすごく好感が持てました、ね、うん、あとやっぱ500の後継に当たるんですかね、650どちらかというと、ですね、っていう、うん、その後継とは何だろうな、もったいないぐらいの、もう、うん、違うモデルぐらいのそのクリアさの増加とか、うん、響き方とか、うん、音のその定位感とかも全然改善されてるっていうところがね、やっぱり一番違うところかなと思います。特に500使ってる方は聞いていただきたいですし、うん、700よりも多分音がいいんじゃないかっていう。ね、やっぱそこはね、もう出てから何年ぐらいですかね、500、700。5年ぐらい。500ですと、やっぱ6年。6年。やっぱそれだけのね。結構たったんですね。ね今、あ、そうなんだって思って。その間にやっぱこう、JVC さんも技術をこう熟成させてより良い音にまとめてきたなっていうイメージがこの6号、うん、でちょっとこのシリーズの中ではわりかし元気のある方、そうですね、そうですね、特にベースラインあたりがこう、ね、めっちゃゴリゴリ気持ちよく聞こえる、聞けるタイプのイヤホンですね。珍しいですね、そんなとこで噛むなんて。はい、ちょっと長々と語りましたが、これだけ僕が思い入れしてるイヤホンということですね、うん、はい、ありがとうございます、うん。何かこだわりじゃないですけど、650とじゃあ500、700の位置づけというか、何かあったんですかね。
ちょっと質問になるんですけど、さっき言ったとユーキャーがいなくなったみたいな500の光景やでみたいな。あ、そういうことなんですね。まあ、いなかったからすごめんなさい、ちょっとあの、用を足してた言わんでええやん、それ足してもなかったですけども、すいません。なるほど、はい、すいません、失礼しました。まあ、あと音でいけばやっぱりサムモデルとも共通してるんですけども、やはりあの前作の最初のやっぱウッドモデルというところでね、うん、この特徴を生かして、やはりあの一番特徴はやっぱり空間音量再生が優れている、うん、インナーイヤーとしては画期的に優れているところが特徴だと思います、うん、その良さは当然継続しながらですね、それプラスさらにあと解像度を良くする、うん、あるいは若干ちょっと私らも作ってて気になったところは微妙なところはどんどん直していくということで、うん、今回いろいろ作らせてもらいました、うん、なんか立体感出ましたよね以前の、ね、音が横に抜けてってまた一回戻ってくれるとすぐ消えるみたいな、うん、なんか響いて帰ってきてその音が嫌に残らないっていうところがうまいですよね、うんうん、変ななんかなんでしょうね、作られてるじゃないですけど不自然さがないっていうか感じはしましたよね、うん、なんかこう箱のサイズがちゃんと分かるっていう、うん、空間の広さがこうどのモデルもつかみやすいイメージですね、うんうん、自然な響きっていうのは今回すごいテーマにしていて、うんうん、今回木を中に結構入れてますけども、うん、やっぱりその辺っていうのは、やっぱりこの木の響きっていうのを、うん、うまく使って、まあ、調整していくっていうのがテーマにあったので、うんうん、そこのところを感じてもらえたっていうのはすごい嬉しいですね、うん、ですよね。よいしょ。よいしょ。さっきの話に、お話によりますと、はい、なんかそれぞれ素材が違うっていう。ああ、言ってましたね。その外側の、側の素材と中に使ってる木材の素材が違うとか、うん、そういうこだわりもね、あるんですよね。そして、まあ、木と言いましてもやっぱりいろんな種類の木があります。やっぱりあの適材適所をそれぞれ使いたいなということで、例えば振動板ですとかでカバの木なんですけども、うん、日本の北海道産のカバの木を使っております、まあ、それから外側の、ウッドハウジングですね、これはカバですけども、これはちょっと外国産、多分北米産の方のカバの木になるのかなと思いますそれかと俺も、中田の方から言いました。次の方と中の方ですね、ウッドディフューザーとウッドダンパー、あと後から出てきますけどウッドリングアブソーバーはリンデンっていうリンデンギターのボディとかにも多分使ってるような加工がしやすいリンデン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 っていう無垢の木を使っていますね。でプラスで真鍮にアルミとそうすごいですね、このちっちゃなボディの中に約4から5種類の素材が、ね、ちょっとすごいアホな質問していいですか。なんかいろいろねメーカーさんってそのどこどこさんの木を使用って結構言わ、うん、はるじゃないですか、うんはい、それっていろいろどこさんの木を試したとかってあるんですか。だからそれに適したっていうふうにその木でとか実際試さはるんですか、いろんなところの。そこに行けば確かにもう世界中の木ってもう山々もありますけど、とても全部試すような気はいきませんけども、やはりそこで何種類かやっぱり音を聞きまして、その中で一番良かったものを、あとも大人の事情で行けば例えば他の信頼性が持った持つもの持たないものとかいろいろありますので、そういうものを含めて総合的にやっぱり選んでいますね。多分あれやな、JVC の敷地内にいっぱい木が生えてるね。それ一番楽です。それが一番楽です。森みたいに。なるほど。ですね。じゃあ次行きましょうか、そろそろ。はい。じゃあ次がこちらですね。HFX750 になります。はい。はい、また特徴について説明していきます。はい。この FX750 は HAFX700。まあ、2010年に発売された2回セカンドシーズンのモデルですね、それの後継機種となります。でこのモデルもウッドドームの振動板ですとか、あとブラスリング、ウッドハウジングもそのまま継承して、ちょっとデザインは変えてますが、まあ、デザイン変えているプラス新しく新規で開発した部品入れてるんですが、ウッドディフューザーとウッドダンパーの部分は同じFX650 と同じ部品を入れています。それに加えてですね、ユニットの部分に、ちょっとこの中にはないかもしれないですが、はい、
振動板の下にあの木がね、あると思うんですがちょうど矢印が出てないのであれなんですが、まあ、そこのすごいちっちゃい部分に、木の部品を入れていて、それであの振動板の後ろにも音が出るんですが、それが普通通常であれば金属プレートに当たるんですが、そこを木を乗せてあげて、そこの部分であの前に帰ってきてしまう、あのいや不要な音、不要な音でもないですけど、うん、ちょっと歪んでしまっているような音をあの吸収してあげて、よりクリアな音にしてあげるっていうのがウッドプレートの、うん、効果です。うーん、もう一つ加えて、はい、うん、ウッドリングアブソーバーっていうあのブラスリングの終端になる部分にも、うん、木の素材をつけています。こうユニットが振動したものが、はい、ブラスリングを伝ってあの筐体内部ですとかにあの内部まで振動が伝わってしまったりする、そういう鳴りっていうのをウッドリングアブソーバーで、綺麗な鳴りに変えて調整してあげるっていうものです。あ、ちょっと後ろの方ですね。そうですね、そんなとこですかね。あとウッドドームユニットもあの形状とかに合わせて一からチューニングしてます。本当に何から何までウッドですよね。これどうやって作ってるんですか、これ手作業ってわけじゃないですよね、これ手作業、手作業なんですか、これ。ほぼ手作業なんです。恐ろしい。もうあれです、寝れないですね。寝れるかないでしょう。組み合わせがありすぎてなんか取り憑かれちゃいそうです。これここに置いたらもっと良くなるんちゃうかーって夢を見そう。と組み合わせが悪いだけで音変わっちゃうので、これ順番がこう入れ替わっても音がやっぱり変わるもんなんですかね。変わりますね。とか一つの部品つけてなかったとかっていうだけでも全然違う。演習率覚えるみたいな。ね、変わってきますよね。細かいですよ。特にこのユニットの中に入れているウッドプレートっていう部品、プレートここ。はい、これそうなんです、あの部品をですね、実物がありましてですね、これがウッドプレートですね。プレート違うんですよ、こっちと思って。あ、そっちですね、はい、これです。見えるかな、見えるかな。それがあの動いている振動板のすぐ下にあるので、ここの作業が、あのこの貼り付ける作業がうまくいかないと、もう振動板に触れちゃって音がうまく出ないんですよね。へー、これの役割は何なんですか。やはりあの振動板のすぐ後ろにやっぱり金属があると、うん、やっぱりそこで狭いところで金属が泣いた、もう反響してしまうんですね、やっぱりね、うん、この狭いところでウォンウォンウォンって飛んでるような泣いたような感じになりますんで、うん、その音をやっぱり嫌だったんで抑えなかったんで、こうやっぱり木でそこで拡散して少し響きを綺麗な響きに整えてあげると。これがこのこれがウッドプレート、ウッドダンパーです。これがウッドダンパー。うん。ウッドの表側。これがウッドプレート。多分わかんない。ちっちゃくてね。いやこれはこれね、すごいな、ほんまに。いや本当ね。芸が細かすぎです。すごい。そこのウッドプレートの上にこの振動板が乗るわけ。出た出た。これがすごい着物。着物、はい。これっすよ。で、これ。オッケー。オッケー。うん。その振動板はなんかあれですね。こう木を薄くして作りましたって言ってるんで。僕ね、正直いや自然のものやしばらつき出るやろみたいな、うん、端と端で絶対こう厚み違うとか、うん、なんか素材の繊維の向きとか違うんじゃないかって思ってたんですけど、すっごい綺麗、密度がもう全然普通の木と違う、うんうん、あーでもほら触ったら振動もんやもんや。振動するからちゃんと、あ、ほら、そうだ、触ってダメですよ、すごい、めっちゃ繊細やねえねえねえ、な、思うたよ、すごい。そうなんですよ、この振動板の厚みが今80ミクロンあります。やっぱりこの80ミクロンの薄さで均一に、ね、削り出すっていうのがやっぱりすごいノウハウのいいところで非常に難しかったところですね。すごい、
なんか僕感動しちゃった。すごいな。泣きそう。いやでも本当もっと細かいのが今ちらほらあるんですよ。薄いこれも上に乗ってる。うわ、いやこれ無理ちゃう。これがドライバーの真ん中の。そうですそうです。上に乗ってる振動板。振動板まさに振動板の。わあ。ウッドコーン。ウッドドームウッドドーム、あ、怖え、怖え、破れないすごい、うそー、うそマジそれはあかんやろ。じゃあ、ね、きつく持つとね、なんか破れそう、いやすいません、本当にすいません、本当に今あるんです、本当に破れそうで怖いから繊細だから、そうそうそう、ほらほらほら、見えるのかな、見えるか、ちょっと今ピントが、ああ、なんかね、指紋、指紋に行ってしまう。ちょっと離した方がいいかも。来ないな。あ、来た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 。ああ、これです。これですよ、皆さん。うわ、すごい。すごいな、もう。ちょっとまたボケてきた。なんとなく伝わったでしょうか。あの、この凄さ。これ。危ないこれ。ポップコーンのカスみたいな。間違えそうなんです。失礼な。危うくね、危うく。言いたいことは分かるけど。丁寧に扱わないと。いや、ちょっとね、本当に薄すぎて、うん、ね、もう破れそうで怖かったからね、そんな強く持てなかったんです。すごい。いや、すごい技術ですね。うん、やばい。こういうことですか。こうつくんですか。その画面外でこうですね、こうなってて、この上にこの振動板がいる、うん、あ、なるほど、見せてあげてください、それをすごい、ね、それをぜひ見せてあげてください映るかな、もう分からんわこれ、じゃあ僕が提訳します、これ、はい、これさっきのでさっきのの上にこれをつけてるの、その振動板を。ああ、なるほど。ちょっと説明して。あの、全然映ってないから。映してあげて、視聴者に。同じものやねん、それ。これ、だからさっきの見せた、これ、うん、これあるじゃないですか。これね。これ。はい。いけてる。いや、まだちょっと。あ、はい、これですね。ウッドプレート。はい。これがウッドプレートの上に振動板をつけると、さっきのこれになると、ビフォーアフターですね。すごい、じゃあ振動板の近くにウッドプレートがあるんですね。そうなんです、すごいそばにあるわけですね、これが難しいっていうところですね。なるほど、これすごくない、これ木ってそもそもなんで木で作ろうと思ったんですか。そうですよね。もちろんあの振動板いろいろ、あのプラスチックだ、金属だとか木だとか、いろんなものがあります。その中でやっぱり木というのが、やっぱりあのまず一つはやっぱり天然の響きを持ってる、やっぱり人間の耳に、ね、心地よい響きがありますし、というのが一点。それから振動板に使う場合はですね、あの他の金属プラスチックと違ってですね、あの意味は木目があるんですね、木の場合は。で縦と横であの音の伝わり方が違うんですね。違うんで、逆にだからここで変に共振がしにくい。あの逆にプラスチックみたいな均一にできているとある一つの周波数で共振がしてしまうんですけども、縦と横で共振が違うんで、そこの共振があまり出にくいんですね、木の場合は。そこは振動板に使った場合には一番すごいメリットなのかなというふうに思います。なるほど、すごい、なんか技術的なところに納得しちゃうね。ねちょっと難しくですねいやいやいや、楽器並みですねって、やっぱり声もありますね。ハンドメイドもっと宣伝してもいいと思いますよっていう声もあります、はい、なんかあれですよね、技術を隠しますよねあんま自分から言わないですよねそうですね、あの誘導質問されるとしあーまだと言うところでさっきからこう聞かれないから言わないすごいな、はい、じゃあもう次に行っちゃいますか。ナゴマルの音を行こうかしら。あ、そうですね。ナゴゼロの音。はい、まずその3機種、僕は今回の3機種の中で一番アタック感が強いなって感じたんですね。で、うん、まあもう個人的な印象なんですけど、
すごい中域が一番出てるのはこのイヤホンなんじゃないかなと思ったんですよ。でボーカル域とかやっぱりすごく聞き取りやすいし、すごく前に出てるんで、まあ、そういうポップスであったりロックであったりで、しかもちゃんとボーカルが入ったようなバンドとか聞かれる方とかはすごくこの iPhone と iPhone やってイヤホンと相性がいいような気がしました。うん、でやっぱりその上位機種の850とか前のマイモデル700とかっていうその独特な広がり方、広域のその縦にも横にもスーッと伸びるような広がりはちゃんとしっかりと持っているので、うん、いやまあそこはねやっぱりさすがっていうところかなと思いました。でそれに加えやっぱりボーカル、それプラスボーカルっていうような印象でした。はい、という以上です。はい、たっくんどうですか。僕だいたい同じですね、うん、もうさっきの650よりも一つこう箱が大きくなった鳴り方、より横に抜けていく、横にも縦にも抜けていく、どちらかというと横に広がりやすいイヤホンのシリーズかなと思います。であとさっきの650だとちょっとローが目立った印象だったんですけど、750だともうこう音階が一つ上がったようなイメージがちょっと張り出てる感じで、まあいわゆるさっきのポップスなんか聞き取りやすく、声の帯域がすごく聞き取りやすくなってるのかなと思います。かもしれないね。より一般受けしやすいのがこの750なんじゃないかなと思いました。変な癖がなくてね。うん。いいかもしれない。多分あとは、ね、うん、一回りちょっと大きくなって。ね、うん、そうですね。デザイン。650でちょっと元気良すぎるっていう人はちょうどいいかも。これ750。これが750、700と比べてもね、やっぱりさっきも言ったんですけど5年6年の歳月は違うなと思う。僕ね、さっき AK240 で聞いたんですけど、もうすごかったです。なんやろ、もうずっと聞いてたくなるようなね、自然な、うん、こう心地よい鳴り方をしてくれる、あるべきところに音があるんで、こう違和感を感じない音ですね。うん、ちなみにこれ500。500がこの子。あーでも今こうやって並べると全然違う。全然違う。大きさも。もうちょっと近づけてみます。そうですね。あの750に関して言えばやっぱり我々開発人の今。狙った音をその通りの表現してくださってありがたいと思います。そうですよね。よかった。700で比べますと、あんまり言うとまずいんだけども、我々としてはやっぱりちょっとやっぱり低音、中音、高音は中音がちょっと相対的にちょっと弱かったのかなというふうに思ってました。で、750についてはそこをですね、まあ、ちょっと出っ放すわけではないんですけども、低音、中音、高音で全部イコールの状態で全部出してあげたかったなと。いうところで、特にこの中の3機種の中ではやっぱり一番ボーカルをね、やっぱり充実して出せるのは750ということで、うん、今回あの音チューニングの方をやらせてもらいました。はい、横が広いというのは音が広いということでいいんですかね。ソーシャルのご意見がありますか。これ750かなのことかな。音場は結構広いですね。その抜けてくんだけど一回こう反響の音があってそれが綺麗に抜け消えてく、なんか難しい、難しいんです。なんかこうやねこうやねそうタックのジェスチャーやったよ。こうやってこういってこうやねなんで外に広がってちょっと一回戻ってくだけまた抜けてくる、こんな感じの音の鳴り方、こういう外に一回広がって入ってきてまた溶けんねん。難しいです、はい、もうなんかこんな感じどちらかというと縦よりもやっぱ横の抜けが絶大に広いですね、うんうん、そうですね。で前から500と700合わせても一番多分そのアタック感が一番気持ちよかったような印象はすごくあったんで、楽器とかは本当に良さげです、うん、そうそう。あと思ったんですけど500と700はどちらかというとこう頭の後ろ側に広がる感じがあるんですけど、すごい分かるかもしれない。そう、それがこの新しいシリーズちょっとこう前に出てきてよりこう、ね、頭を中心にこうなるようになったかな。一番そう、だからそれ考えると650が前のモデルとちょっと似てるというか、うん、なんかその後ろからっていうような印象が650が
僕はそう思ったんですけど、そうだね、モデルが、モデルが上がっていくとどんどんこう横に抜けてくるというか、イメージですね。あと鳴らし込むとだいぶ変わりますね。開けたてすぐの時ちょっと狭かったんですよ、結構狭くて、で今日久しぶりに聞いたんで、あれ全然違うと思って結構それは実感しましたね。うん、鳴らせば鳴らすほどいい感じになるかもしれないですね。うん、はい、じゃあ最後残りの20分を使って、はい、たっぷりとお届けします。次はこちらですね、HFX850、はい、となっております。850ですけれども、はい、これは、今回のウッドシリーズの一番、まあ、上のモデルということで、まずユニットの口径を、一番大きい11ファイにしました。うん、前のモデルが、650が、FX500 というモデルと口径を同じにしている。うんうん、ということで、まあ、一応口径という、うん、位置づけ。で、FX750 が、FI10 で、FX700 の口径という位置づけに当たるんですけれども、今回のこの FX850 というのは、一応その後継という位置づけではなくて、その一つ上の、まあ、音作りということで、取り組んでいます。で、大きなところは、今の、ユニットの後継のところですね。で、もう一つ大きなポイントとしては、これは着脱の、うん、MMCX 型の、はい、ケーブルを積んでいるというところです ね、うん。これが大きいです。はい、で、まあ、ボディの方も、大きくしているので、その分、まあ、音の広がりとか、調整の余地ですとか、抜け方ですとか、その辺のところも、音の調整で加えているモデルです。うん、はい、はい、ですね。おっと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 、今カメラ戻しますね。はい、実物がゆうきゃん、ぜひ映してあげてください。この子かな、これな、これね、うん、だいぶ大きい、だいぶ大きいどう150と比べたら結構違うと、うん、ね、もうちょっと近くてもいいですよ持ちづらいかもしれないけど、かなり違います。違いますね、うん、大きい、本命きた、素晴らしいイヤホンしてますOK ですよ、はい、いやー一番部品点数も多いですかねですよね、イヤホンでこんなに部品使ってるのないですね、ないですね、これは今 JVC の最高の音と言っても過言ではないイヤホン、フラグシップ、そうですね、どうでしょうあれいやそう思います、宮沢さんが作ったんでしょ、はいはい、あれ最高の音になっていると思います。ぜひ、ね、聞いてみてください。まあ、ちょっと私も一緒にね、音の時は一緒に参加させてもらいましたけども、850はダイナミック一発、要するにダイナミックのフルレンジ型としての可能性を、とにかくここまで音が出せるんだぞということで、挑戦させてもらったモデルになっています。今どちらかというとはっきり言うとバランスのアマチュアとかハイブリッドとかいろいろありますけども、ダイナミック一発はなかなか高級機種では少ないのかなと思ってますけども、いや実はダイナミック一発っていうのはこんだけすごい音が出せるんだということをにチャレンジした機種です、ね、理想論で言えばダイナミックの方が音はいいじゃないかと、ネットワークを使わずに純粋に一つのドライバーから音を出す、でかつよくスピーカーに使われているこのダイナミック型というか、こういう丸い形のものから音が出るというのが一番自然に、そうですね、音のつながりとかが一番自然だとは思います。設計の思想がちょっとゼンハイザーさんと似てる感じがしますね、そのダイナミックへのこだわりというか、どこまでやるのぐらいのユーザーさんが置いてかれちゃうぐらいのダイナミックへの追求ですよね。
これ面白いのは大きいんですけど、なんでしょう、安定するんですよ、耳にちゃんと、あの手話掛けしなくてもちゃんとつけられるんで、多分こっちです。そうです、イヤーピースもこだわりましたもんですね。あ、今回低反発2つだ、ね、フォルムも変えてなるべく安定するようにちょっと変えてもいい、ね、うん、前のイヤーピース FX700 とかのイヤーピースから外形もちょっと変えて、はい、ちょっと見比べてみていただくと分かると思うんですけど、これが700までのイヤーピース、はいはい、でこれが今回のウッドシリーズのイヤーピース、はい、傘が増しました。そうなんですね少しよく遠くから分かったな職業ボール分かるかな。こっちが、こっち側が前までのもので、はい、こっち側が新しいもので、そうですね、やっぱり耳への設置面積を少し増やして安定感が、うん、まあ、してあと密閉がちゃんとされるっていうところをちょっと心がけて、作り上げたものです。かつインプル、脱インプルすごいですね、ね、結構そこに至るまではこの2人が頑張って何十種類もいっぱい失敗して最後にやっとできたというものだと思うんですね。すごい、やっぱいろんなものからインスピレーションを得て試行錯誤するんですよね、きっと。あの先ほど少し話出ましたけど、ゴルフボールっていうのも実はちょっとヒントになって、これはどちらの趣味でとか知ってたんですか。多分、そうそうそう、うん、知ってた。そうだって、ね、ファイルウェブに書いてあったんですよ。そういうこと。でもゴルフボール、これちょっと挑戦してみる。そう、今ちょっと頑張って撮ろうと思ってたんです。ちなみに着脱式にした理由というか。そうですね、一つはあのやっぱり皆さん断線とかっていうのがヘッドホンではついて回る、はい、心配事だとは思うんですけど、まあ、せっかくこういう高いものを買って自分の大事にしているヘッドホンで切れたらちょっとっていうのがあるので、まずそういったあの不安を取って、行こうというところが一つと、あとはまあ今あの着脱ケーブルって結構ブームになってきているので、まあそういった方にがまあ楽しめるというか、自分で音を楽しめるっていう余地もちょっと残してあげるっていうような思想で、はい。なるほど。JVC さんでリケーブルを出す予定はありますか？とのことですが。今一応検討中ですかね。ほう。終わってしまいました。はい、これはまあ触れない方がよかったのかな。お話をしてる、ね、ケーブルの単体で、あ、まあいいか。でもちょっとこれもういきなり音に入っちゃうんですけど、僕850聞いて、すごいなと、とにかく抜けが半端ないと。うん、で、ここで、まあ、自慢じゃないですけど、自分でこう、やった企画の、すごいいいケーブルを持ってきたんですよ。もうこれやったらモニター系最強やろっていうケーブルを持ってきたんですけど、いざ組み合わせてみたら相性が悪いと。やっぱ僕がやったケーブルは、もっとこう、輪郭を、くっきりはっきりっていうタイプなんですけど、はい、このイヤホン自体がもう元々しっかりしてるところにこれを足しちゃうと、もうとにかく刺さってしゃあないと。うん、元々のその絶妙なこの刺さる手前なぐらいのこの硬さを持ちながらちゃんと響いてくれて、かつこう余韻と、ちょっとそのウッドらしいこの緩い感じが残ってるその絶妙な塩梅、まさに梅茶漬け。違うか。やばい、そろそろ炎上しちゃう。ちょっとあんまりごめん、なんか賛同できひんこんな味が。あんねん、もう奥深いねん。突き詰めたらこうなるんやろうなみたいな、究極の梅茶漬けじゃないけど、もう酸っぱいのとしょっぱいのと、うん、なんかこういろいろ入り乱れてすごいねん。すいませんね、かも。それはタックの世界だった。賛同を得られなかった。すごいんですよ。とにかくこれ聞いていただきたい。ぜひ。なんやろ、もうすごい噛めば噛むほどこう味が出るじゃないけども、うんうんうん、すごい奥深い世界で、その中でもこう一つの答えというか、
ゼンハイザーの i800 とも比べられるぐらいすごい音だと思います。ダイナミックの一つの完成形というか到達点ですよね。今できるところまでは全部やってはるようなすごい音ですよね。はい、失敗したのが僕バランスのケーブルを忘れてきちゃったんでバランスで弾けなかったんですよね。これただでさえ分離いいのでバランスにしたらどうなるのかなっていう。確かに。あと僕さっきグローバー・ワシントン・ジュニアを聴いたんです。好きですねそれ。それもすごかったんですけどダフトパンクの配列が半端なかったですね。おねえゆうきゃん、やばい、あの当たりぜひねこの850はダフトパンク聴いてください。1曲目聴いてください。すごいです。イントロすごいよね。やばい、ちゃっちゃーんだ、こんなにちゃっちゃちゃー音楽がない。もう超イントロでしたよ、うん、やっぱその僕もカスタムを7個使ってるんですけどそれとはまた違うこう魅力があるおーってなるんですよ。あの初めてすごいいいイヤホンを着てうわすげーっていう感動をちょっとこのイヤホンで味わったかなと。最近ね結構多いんですよ。240の時もアーカーゲージね AK240 の時もうわすげーってなったんですよ、うん、これもうわすげえちょっと鳥肌が立つ感じの、うん、ソーシャルからドメチャ漬けやないやろ。いやでも何でしょう、一つの答え。しょっぱいも酸っぱいもあるやん。新しいね、うん、新しいね。うん、あ一応3機種の企画表というかありますんで、こちらですね。はい、出してみましょう。スペックのってことですか？分かりますかね、これ。あ、見えない。結構、ドライバー自体は、ちょっとずつ大きくなってるんですね。そうですね、はい。はい、刻みますね。刻みました。はい。ですね。あと大きな違いは？そう、周波数。ああ。すごいですね。上は見えるかな、見えないかな、見えないかも。上は 45,000Hz まで。ほう、うん、なかなかないですよね、この帯域まで出すこと。下6ですか。下6からって。そうですね、はい、6Hz から。ちょっと水に戻します。レンジが広いですね。フルレンジ、うん、これまでのよりもはるかに広いですよね。そうですね、うん、なぜこんなに高周波まで出せるのか。分解能を上げて、今まで聞こえなかった音を出してあげたっていうか、そういうところでレンジ自体もダイナミックレンジも広がって、空間表現力っていうのも上がってるとは思います。なるほど。なるほど。はい。直達式になったっていうことでかなり。お客さんの反応はあると思います。うん、うん、ですね。以前じゃありょうたさんがブログとか着脱のブログとか上げてくれてるみたいなんで、やってみたブログがありますんで、あ、これかな、やってみた。あ、いや、ね、やっぱりりょうたさんもこのイヤホンの音のやつに気づいたよな。気づいた。うわ、やばいみたいになったやろな、きっと。気づいたっていうよりもね、まあまあまあ多分聞いて、うわ、やばい、これ書かなあかんみたいなタイプだけど。今ちょっとね、ツイートしさせてもらったのが、両方のブログなんで。はい。ぜひね、着脱も、うん、メーカーさんの前にチャレンジしてとは言えないですよね。そうですよね。まあ、イヤホンにてね、試していただけたらと思います。じゃあ、そうですね。そっか、入るぞ対応っていうのがね、と歌ってるんですね。はい。ロゴがついてるんです、うんね、世の中もハイレゾにちょっとずつ染まってきましたね。全くですね。ですねはい、そうです、ついてます、ロゴがね映ってますよ、バッチリ、うん、はい、でもなんかそのうち統一してほしいですよね。もう S 社とかもね、なんか S 社ロゴもありますしね、うん、確かに、はい、攻めますね。攻めていくな、今日は。あともう一個ちょっと裏話を。お。さっきね、三浦さんからお話があったんですが。うん。この放送の前に。うん、三浦さんがなんと、今年で定年退職をされたそうで。はい。1月でちょっと定年退職をめでたく迎えました。ね、はい。
すごくその JVC のイヤホンといえば三浦さん、ヘッドホンでは三浦さんというぐらいその FX700 から全部手掛けているという、はい、今のその JVC の確固たる違うのは三浦さんの作った製品が良かったからという、その三浦さんが定年退職されて今回のその FX シリーズ、実はこのイケメンのお二方にがその担当して作られたんですが、うん、ちゃんとこうねここで世代交代がされて、ね、すごくうまくまとまった製品が出てきて、ね、今後もね JVC さんの製品がすごく楽しみですね。はい、いいですね。とここまで言っておいてちょっとフリだったんですが、はい、何か新しいものとかないんですか？ないんですか？さっきあのソーシャルでもちらっとなんか濁してるけど、なんかあるんじゃないのみたいなねえ、最高峰という言葉を逃がしたり、ダイナミック一発を強調したり、もしかして隠し玉があるのかななんて声もありますけど、どうなんでしょう。なんか今開発はされてたり、ネタは、うん、ネタとしてはやっぱりあの、うん、いろいろ常にやっぱり仕込んでいかないといけないんで、まあ、もちろんそれが全部ね世の中に出るわけじゃなくて、そのまま出ないでポツンって言ったのもかなりいっぱいありますけども、あの新しいものを森より心臓バタ小さいものとか、またいろいろなものをちょっとこっそりやらせてもらってます。私もすみません、あの私あの定年退職したんですけど2月からまだあの一応食卓としてまだいますんで、あの消えたわけではありませんので若い人一緒にやらせてもらってます。相談役が、ね、いらっしゃるんでね、はい、ますます安泰ですね。ですね、はい、質問とか何か質問とかあれば。あ、あの木を使ったヘッドホンは作らないんですかって結構最初の方にあったんですけど、そこら辺はそろそろ新しいの欲しいですね。ウッドホン、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 こういうタイプですか。うん、なんかすごい、そうですね、できればこういうので振動板もそういう木っていうのをやりたいですね、なんかね。めっちゃでかい、すごい贅沢な6センチ、7センチぐらいのドライバースピーカーカーぐらいなね、いいですね、すごい広がりそうな、やっぱなんかこだわりを持ったヘッドホンっていうのをやっていきたいなと思いますけど、はい、JVC の何恥じないウッドの大量使用、ね、大量使用ちょっとなんかすごいいいとこまでいってるね落とすみたいな大量使用するとなんか環境に悪いみたいな。ダーティのイメージが違うんです。そうじゃないです。あ、でも今回ウッドを使用しているので、はい、あの例えば違う楽しみ方として、うん、まあ、700もそうなんですけど、はい、こう触っているとだんだんこう艶が出てくるんですよ。あ、なので自分で買ったヘッドホンが例えば2年後とか3年後とかになるといい具合にこう艶が出てきて、馴染んでくると、はい、馴染んでくるので育てるぐらいな気持ち。まあなんかその辺ちょっと可愛がってほしいなっていう。なるほど、はい、すごいですね、開発者から可愛がってくる、うん、いい言葉です。ぜひ可愛がらない、ぜひ。あ、そう、あのこのイヤーピース単体でとかっていうのはないんですか？これはぜひやってほしいですね。うん、あの、うん、結構イヤーピースって、はい、売れるんですよ。需要高いですよ。でもこのイヤーピース画期的だもんね、本当に。ね、これそうですよね。もちろん合う合わないはあるんやろうけど、うん、選択肢として一つ、うん、そうですね、単品でワンペアで売ってほしいです。低反発は前までのと一緒ですか？そうですね、低反発イヤーピースの方は前と同じですね、はい、あと一個そう聞きたかったんですよ、はい、なぜビクターさんの低反発あんなに硬いのか。ああ、入れた感じがっていうことですか、ね、他のメーカーさんってもっとこうスポンジがスカスカって言ったらあれなんですけど、ブニュッて打つのがもうちょっとこうない、うん、あれはなんか音響的にちょっとか、うん、何やろう、多分この中が潰れんぐらいの硬さなんですよ、この芯の部分が、うん、やっぱり音をの通り道っていうのができるだけこう潰れないようにっていう配慮はしているっていうのと、やっぱり密閉とか、あと長持ちというか、すぐボロボロにならないとか、そういうところを一応考えてやっているので、今のまあ形でやっていると、すごい人はもう2年ぐらいあれを使ってもカチカチになってる方がいらっしゃいますよね。そうですね。
なんかね、ちょっと結構序盤の方にポタンと組み合わせると投げ良さそうかみたいな、もう多分こっち側で考えた方が良さそうな。いやでもこれはぜひ4社の新しいこれこそまさにまさにましたけど、ちょっとね、あの前回のポタフェスなんかでも展示していただいた K2 プロセッサーね、はい、ポタンなんかも絶賛開発中らしいので近々出せると思いますので、はい、おポタン楽しみですね。そうですね、出るのとか結構出てます。本社だと初めてのポターンですよね。そうですね、うん、そうですね。ポターンの方はどうなってますかってやっぱり気になってる方がやっぱりいらっしゃるみたいですね。開発はお二人か、いやまた違う、また別の部署、技術者がやってます。一応同じフロアにいろんな部門ですけど、あのアンプすごいです、みんなで寄ってたかって開発してるんですね寄ってたかってすごいです、はい、で貸してみて思うと聞いて、うん、よくねえなやっぱあれなんですかね、隣にいるやつが一個こういい製品を開発するとジェラシーみたいなのが出てくる。ジェラシー。いつか俺もジェラシーですね。やっぱりこれと同じなんていうんですか、相性も見比べて比べてやってるの で、 そうですよ、ね、合わせてここにいただければ。そう、技術なので商売上手ですね。さすが。そこは三浦さんが保証するので。確かに。あと何か質問などあれば。あれば FXC70 の上位機種が MMCX コネクタで出してほしい。ダイレクトトップマウントの上位機種を出してほしいです。ほう、うん、もうなんかあるんじゃないかって。意味深な。それこそね、ウッドで MMCX でダイレクトトップマウントっていう真鍮のこうノズルを使ってウッドのコーンがめっちゃ近いところにあるとか、うん、いいですね。いいですね。いいですよね。いい企画ですね。近いうち。やりましょうって。はい。さあ、大丈夫ですか。またプレイヤー出してほしいです。おお。オーディオプレイヤー出してほしいです、うん。そうですね。最近人気ですもんね。うん、そうですね。ぜひ側に気を使っていただいていいですね。いいと思います、そういうの。素晴らしい、素敵だと思います、そういうのは。 C4 の一回り小さいような感じで、うん、コンパクトな感じ、使いやすい、うんうん、かつこの御社の製品とすごく相性のいいおしゃれな感じ でかつポターンにつなげられる、うん、贅沢。全部 JVC で揃えられるようなシステムが欲しいです。ウッドセットで。ウッドセット。ですね。とりあえず JVC は尖っていきたい。でもね、まあそう。間違いないです。やっぱり、やっぱりなんかすごいですよね。横なにやるなっていうぐらい。うん、こだわりいつも尖った製品が、ね、本当ですよね。ね、あの FXZ の時のなんでこんなにいい本に詰まってんのっていう技術力とかね、うん、すごかったですよね、本当に。うん、質問等大丈夫ですかね、そろそろいいお時間なので。そうですよ、今のうちですよ。ちなみにお三方どれが好みとかってありますか。私はですね、外で聞くときは750ほうで、家でゆっくり聞くときは850を使ってますね。はい、ほう、音作りでやっぱりあの850の方が、まあ、静かなところでじっくり聞きたいような、うん、まあ、繊細な音作りをしているので、うん、でとはいえ外に持ち出すときは結構元気なというか、うん、あの聞きやすいというか、うん、そういったものを持ちたいなっていうのがあるので、うん、使い分けてますね。なるほど、はい、一気に2つ買わせる作戦。うまいなさすが。どうですか。私、まあ、自分で開発したっていうのもあるんですけど、この750と650使い分けてはいるんですけど、やっぱり気分によっても聴く曲も違いますし、その日の気分によって変えたりもしてますし、まあ、650もつけたりするのはやっぱり軽いっていうんですか、装着感もかなりいい方だとは思うので、そういうなんていうんですかね、ちょっと歩きながら、まあ、散歩でもないですけど、ちょっと歩くような買い物するときとかは650の方が
うん、コードの取り回しとかはいいのかなと思って、そういう使い方もしてます、うん、音以外でも。いいですね、はい、なんか自分で開発できると自分の欲しいものができる。間違いない、確かに、ね、それこそね、JVC さんとかでね、開発したらね、僕多分3人ぐらい開発してるんちゃうかな。こだわりすぎてみたいな。700あるぞ、あります、え、700これ。ちなみに三浦さんはこれまで開発した製品の中で思い入れの深い製品とかってあるんですか？そうですね、まあもちろんいっぱいいろいろあります、うん、やっぱり一番、実は私まだヘッドホンやったのはまだ意外と新人なんですね。まだ大昔の最初は36年前にスピーカーの設計から入りましたんで、うん、30年間スピーカーやってましたんで、ヘッドホンの設計歴はまだ5年なんですね、はっきり言うと。この一番最初にやったのが実はビクタースタジオの HA の MX10 というマスターが私の初めてのヘッドホンだったんですね。あれも名機ですよね。それが非常に、まあ、思い出としては非常にあったかなと思います。あと音でいけばやっぱり最近の今や最新の FX850 はもう本当できることはとにかくもうダイナミックとしてできるだけのことはもう可能なことはどんどんやったつもりですので、かなりの自信作になっててと思いますから、はい、なんか重みがありますね。そうですね、はいはい、あ、最近流行りの Bluetooth スピーカーウッドコーンで作ったりはしませんか？Bluetooth スピーカーにも需要高いですからね。いやでも、俺は知ってる。おJVC は流行に流されない。とかって言ってほしいから。間違いない。確かに。なるほどね。ですね、ケントのダップって音が良かった印象があります。復活求む。なんか、署名でも集めようかって。署名活動。三浦さんに出せば、ひっそりと作ってくれるんじゃないかな。かもしれないですね。イーヤとコラボの限定ケーブルとか出してほしい。やりましょうか。やりますか。難しいな、どうしよう。また、あるやつ50本引かない。なっちゃいますが。はい。いいですね。うん。さあ、じゃあそろそろお時間も。はい。いいところですので、ね、質問などあればぜひツイッターの方にいただければ。そうですね、僕たちからハッシュタグでつけてもらってもいいですし、そうですね、我々3人のアカウントにつぶやいていただいてもいいですし。 JVC さんのツイッターアカウントってあるんですか？公式のはあるはずなんですけど、うん、直接こっち側に出てこないので。そうですよね。じゃあそしたら僕たちから直接生のメッセージをお届けします。まとめて隠さずそのままコピペコピペで、はい、貼りますんでね。はい、じゃあ皆さん良さそうですかね。はい、ところで、はい、いや、やっぱり、ね、今日はあっという間でしたね。そうですね、はい、まあ、ね、イーヤTV史上初、6名の方に、そうなんです、カメラの向こうにも実は最後にいらっしゃいましてですね、営業の方が心配そうに見えました。なんか言うんじゃないかと。そわそわしてましたね、今日。はい、多分そんな怒られるようなことは言っちゃってないです。まあ怒られるやったら僕の梅茶漬けかな。あれはやばかった。最後のズンちゃんはその新しい梅茶漬けに変わるレビューを一言いただいてよろしいですか？よし、OK、まあ、はい、じゃあ今日はすごく充実した番組ありがとうございました。ありがとうございました。また何か新しいのあったら来てください。ぜひお待ちしてますね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。来週の放送は、はい、来週は大阪、大阪からオルトフォン の新製品の EQ88 やねを西さんがお送りするそうです、みたいですので、はい、ぜひぜひお楽しみに。画像はないからね。ないです、はい、はい、あったのかもしれないですけどないです。じゃあこのまま、はい、このままでお別れしましょう。ではまた来週も見てくださいね。ではさよなら。はい。
ズチャツズズズチャズズチャツズズズチャズズチャツズズズチャズズチャツズズズチャ。もうあれですよ、だしみたいなもんですよね。あの奥の深い深いカツオか昆布か難しい選択をこう成功した JVC さんに。あちょっとだしいやもうさこんなに多い人の前で滑らすのやめてよ無理やろちょっとねたまにはあの逆無茶苦してみた無理や、まあね、もうすごいいいイヤホンなのでぜひ聞いてみてくださいと、はい、真面目にまとめてみました、はい、もう間違いないです、ね、はい各店に視聴器ご用意してますので、はい、聞いてみてくださいね。はい、はい、ではまた来週、さようなら。あ、早く、何？そういえば、今度、うちで視聴会やりませんか？お、ぜひぜひ。視聴会をぜひ、うちでやりませんか？営業さん。いかがですか？考えます。考えます。あの、オンエア中に OK をもらう。言いましたよね、みたいな。言えない。これ毎週使おう。もしかしたら視聴会があるかもということで、はい、はい、お楽しみに、はい、さよなら。